幸せにするためには特別な技術が必要とかさ、それも思わされてんだよ。単純に何があっても味方してくれる人がいる、あと自分が思ったことを君ならできるよって絶対に言ってくれる人がいる、それだけで幸せだと思うよ。であとは好きなことをやる、嫌いなことをやらない、自分ではね、自分としてはそれを心がける、それだけだよ。超単純なんだけど言葉にすると超難しいんだよ。だ難しいから練習していくわけじゃん。その難しいことに挑戦しないで、まあ、好きなことやって嫌いなことやらないっていうのは自分の挑戦だけど、私と接すればさ、何があっても味方するよとは言うわけじゃん、私は見捨てないよって。だからもうそれはクリアしてんじゃん。そういう人がいたらすごく人生は豊かになるよって言ってるけど、私と接した人はもうそうなってんだから、そこはクリアしてんだからさ。